うございます。総合 TV のお時間です。今日の動画なんですけど、こちらのミニランを使ってですね、3つ技を紹介していきたいと思います。初心者でもできる簡単なトリックです。いきましょう。はい、まず1個目のトリックです。エアーターン。はい、拍手ありがとうございます。エアーターンなんですけど、まずね、お手本を見せていきたいと思います。4つの角度お願いします。はい、こちらがエアーターンというトリックになります。まずはですね、平地でバニーホップっていう技なんですけど、こちらですね、両タイヤを上に持ち上げる技をできてた方がやりやすいんで、そのね、ハウトも投稿してるんで、ぜひそれも見てください。はい、これのやり方なんですけど、皆さんね、この動画を見て180度回らないとダメって勘違いしてる人が多いんですけど、それはですね、実は90度だけジャンプして90度だけ曲がれば、実はめっちゃ簡単にできるんです。いきます、お手本見せます。はい、ジャンプして90度、こんだけでいいんですよ。で、やり方、やりやすいやり方なんですけど、まっすぐ入って180じゃなくて斜めから入ってやってもらうと、見てくださいね、斜めから入ります。そうするとバニーホップするだけでエアーターン成功です。はい、おめでとうございます。はいはいはい、次ですね。もう今のでエアーターンは分かったと思います。で、まあね、徐々に進化していくと、もっと高くエアーターンできます。なので、まずはね、もう本当に一番下から練習していくのをお勧めします。はい、次のトリック、いきなりちょっと難しくなるんですけど、次はドロップインです。はい、上に上がってきてください。はい、まず皆さんね、後ろのタイヤが引っかかって、これは怖いっていう人多いんですよ。僕がはい、やってみてって言うと、で、後ろのタイヤ引っかかるからやりたくないっていう人が多いんですよ。でも、それ実は引っかかってもね、見てください、引っかかります。わざと引っかきます。実は引っかかるように見せて、引っかかるように見せて、全然引っかからない。なので、いくよ、いきます、スムーズに。はい、見てください。ミニランプでまず練習してみましょう。はい、まずデッキを半分出す、デッキ半分出す、好きな足の方を乗せる。まあ、僕だったら右足前なんで、右足を乗せとくと簡単です。だから左足前のスタンスの人は左足前でやってみてください。はい、僕右足前なので、はい、ハンドル掴みます。 OK ですか。で、スクーターに乗ってない足を押す足です。いきます、見てください、押してます。で、これ押すことによってバランスも取れます。なのでね、皆さんやってみてください。もう一回ね、違うアングルでお手本見せます。先ほど言ったように半分スクーターを出します。足を乗せます、前足を乗せます。 OK ですか。で、逆足を、バランス用に使いたいので、これはね、プッシュする足です。いきます、はい、お手本いきます。はい、プッシュ、このようにやってみてください。はい、それがね、ステップ2っていうか、紹介した2個目の技になります。3個目なんですけど、次ね、上に上がる方法をちょっと教えたいと思います。皆さんね、このように降りた後にこう結構歩いて登る人多いんですよ。なので、その登り方をちょっと説明していきたいと思います。はい、まずちょっとお手本を見せますね。いきます、はい、先ほど言ったように半分出して足乗せて降ります。降りたら次、このようにもう楽にやってください。力入ってるとこうなります。こうなるんで、力を抜いてください。リリース。はい、リリース。OK です。で、もう本当に楽に楽に。はい、楽に。で、上に上がるときも足を、ね、上に乗せる感じで。で、絶対に忘れないでください。前体重です。後ろに体重かかってるとこうなります。OK ですか。前体重を忘れずに。もう一回見てください。はい。しっかり乗って、前に体重、はい、いきます、前に体重、前に体重、前に体重、はい、前に体重、こんだけです。で、今のがステップ3ですね。はい、ありがとうございました。皆さんもね、この動画を見て、先ほどの3つのトリックできたらコメント欄に残してください。いいね、コメント、チャンネル登録よろしく。